このシャンプーとコンディショナー、オーストラリアの時から使っててめっちゃいい匂いするんで、おすすめです。で、いつもお風呂入ると、パーマかけてもう3ヶ月ぐらい経つんだけど、超くるくるじゃない？まだ。パーマのキープ力。っていう感じでお風呂入ってご飯食べます。好印象。やってやろうぜ。いい肌。はい、髪乾かし終わったのでご飯食べます。いただきます。最近はね、もうね、ずっとストレンジャーシングスを見てて、ストレンジャーシングス見終わっちゃったんだよ、4まで。で、この間ね、この私の解放日記っていうのは面白いよっていうのを教えてもらったから、今これを見始めました。あとはアメリカンドラマだったら絶対みんなに見てほしいのがブラックリストっていうのがあって、ブラックリストはどこにあるかな、これだ。これシーズン8まであるんだよ。シーズン8まであるんだけど、めっちゃ面白いからぜひ見てみてください。はい、ということで、まあいつもそのクローズの日はだいたい1時前に、1時ぐらいに家着いて、でもう気づけば2時半ですよ。お風呂入ったり、ネットフリックス見たり、ご飯食べたりして、まあこの時間になってまあ寝るっていう感じですね。はい、ということで、いつもののなんかナイトルーティンじゃないけど、こんな感じで過ごしてるっていう感じの動画です。今回の動画もいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。あとは SNS もやってるので、ぜひそちらのチェックもお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。おやすみ。